こんにちは、塩さんでございます。今回は最高のマッシュルームスパゲッティ、一度知るともっと知りたくなるイタリアンのお店を紹介させていただきます。場所は東京駅の丸の内北口。この丸の内の北口から東京駅の駅中に入ったところ、この駅中が新しくなり、1階エリアもグランスタになりました。その中に目を引く看板のパスタ屋さんがあることが分かりました。キノコ好きにはたまらないパスタ、それがこの丸の内北口から入った通路、ここの脇にあることが分かったんです。丸の内北口のこの京浜東北線、階段を降りた瞬間、目の前の看板に目を奪われました。このグランスタ、新しくなった丸の内北通路のこちらのレストラン街、この看板に注目です。この一番の看板、これは何と一瞬めっちゃくっちゃ見ました。印象が強すぎてめっちゃ気になったんですね。こんなパスタ見たことがない。そして看板が気になって奥の方に進んでいきます。するとさらに気になる看板を発見しました。イタリアンのこの旗の模様のところに書いているこのパスタ、ご褒美イタリアンと書かれたマッシュルームたっぷりのパスタ、右を見るとお店が左手にありました。そしてお店の前にはこのボード、この動画がまた気になったんですね。見ていくと有名な奥田シェフプロデュースのお店であることが分かりました。マッシュルームをカットする姿、そしてこの作る姿、もう見ているだけで食べたい、そんな気持ちになってこのお店で食べようと思い、お店に入ることを決めました。アルデンシャル丸の内さん、店名の語呂もまたいい感じですよね。こちらにお店の看板が用意されていました。名前が本当素敵だなと思いながら、看板の下にあったサンプル、こちらもまた見ていきます。こちらでも先ほどのこのマッシュルームのスパゲッティを紹介していました。ここまで強調されるともう絶対食べたい、そんな気持ちになりますね。そして店内に入りました。店内に入ってメニューを見ていくと、先ほどのこのマッシュルームのスパゲッティに加え、他のスパゲッティも用意されています。さらにピッツァやシーフードカレーもあり、気になるそんなメニューがいろいろありました。さらに全品バーニャカウダー付きということで楽しみになりました。さらにいろんな料理があります。今回はこの奥田シェフオリジナルイタリアン三色餃子も注文させていただきました。飲み物はこちらです。さらに店内を見ていくと、この地図、これがすごく気になったんですね。いろんな野菜などが載っている。そしてこの本や横にあるこちらのイラスト、庄内の雰囲気を表しているそうです。いろんな自然の恵み、それをこのお店がいただいているということを表してました。まず最初にバーニャカウダーをいただきます。このバーニャカウダーもまた美味しかったんですね。セットでバーニャカウダーがある、これはイタリアンのお店でも珍しいなと思いました。どちらかというとサラダがついていることはよくありますね。このバーニャカウダーも一種類の野菜だけではなく、いろんな種類の野菜が楽しめる、これがまた魅力的であると思いました。そしてこのバーニャカウダーのこちら、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。早速じゃがいもからいただいていきます。こちらにつけていただいていくと美味しいんですね。塩味がちょうどよくて、この野菜そのものが生きてくる、そんな味わいになっているんです。そして赤カブもいただいていきます。赤カブもまた食感とこのそのものの味わい、それがこの塩味のあるバーニャカウダーのソースとめちゃくちゃ合っているんですね。人参も美味しくいただきました。さらに葉物系野菜まとめていただいていきます。ちょっとつけにくくてつけるのに苦戦しましたが、いろんな味わいが一度に楽しめてうまいなと思いながら、こちらも
いただいていきました。そしてバーニャカウダを食べているとイタリアン三色餃子奥田シェフオリジナルのプロデュースのものが登場しました。この餃子もまた魅力的ですよね。三色、まずは緑、イカ、ズッキーニ、ルッコラが入っているそうです。そしてこの右手にある赤の餃子、エビとクレソンが入っているということでお話をいただきました。トマトソースとオリーブオイルのこのソース、さらに白はセロリ系、タコ、キャベツということで、どれも想定外の内容の三色餃子でした。まず緑からいただいていきます。もっちりした皮、この食感がいいんですね。そして見ていただくと分かるようにめっちゃ餡の量が多いんです。具沢山で素材の旨味そのものがしっかり出ていて美味しいと思いました。続いて赤をいただいていきます。この赤、これが特にやっぱり味がいいなと思いました。エビの食感と旨味、これがたまらないんですね。餡のボリュームがすごいので食べ応えがあって美味しいんです。続いて白をいただきます。この白が一番食べた瞬間びっくりしました。肉が中心だと思っていると中身は全く違ったんですね。タコの旨味、食感とセロリ、キャベツの味わいが美味しかったんです。アイスコーヒーを飲んで待っているとそこに登場したのが一番食べたいと思っていたこちらです。そう、船形マッシュルームと生ハムのクリームスパゲッティ、麺は大盛りにしちゃいました。これ普通盛りの方が綺麗に見えるなということも感じました。マッシュルームの香りがすごい、これが本当登場した時の瞬間に感じたことです。期待以上のマッシュルームの量、パスタの麺の量が多いのでちょっとこの麺が結構見えていますが、マッシュルームの量は本当すごいと思いました。このマッシュルームの量にめっちゃ興奮します。そしてこのマッシュルーム、別の角度から見るとさらにボリューム感を感じます。ここまでマッシュルームが乗っかったパスタ、これは初めて見ました。しかもこれマッシュルーム生の状態かもしれません。それがめちゃくちゃいいんですよね。この生マッシュルームならではの味わい、そう感じるこのマッシュルーム、旨味がすごいんです。マッシュルームのスープスパゲッティ、そう言えるくらいにソースはマッシュルームスープ、それにつけているように感じました。麺の茹で加減、これが絶妙なアルデンテでめっちゃうまいんですね。中のちょっとした芯の食感、それとこのソースとの絶妙な食感味わい、これがたまりません。ソースがよく絡んでうまいんです。もうどん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 食べちゃいます。そして食べるたびにこのマッシュルームのうまみが詰まったソース、これがめちゃくちゃうまいんですね。キノコ好きにはもうほんとたまらない、そう感じる味わいです。なのでしっかりソースに絡めていただいていきます。マッシュルームの食感がまたうまいんですね。ちょうどいい薄さ、これにカットされている、しかもそれがたっぷり入っている、本当に美味しいんですね。まとめてマッシュルームそのものをいただきました。これもまたうまいと思いました。そしてスープのうまみ、これが本当たまらないんですね。マッシュルームもたっぷりいただきます。麺と一緒にマッシュルーム、これは本当贅沢です。マッシュルームをもっともっと絡めていただいていきます。こんな感じでどんどん絡めていく、麺もソースによく絡めていきます。そうすることでもっとこの味わいを深く感じ取ることができます。ソースの旨味をより濃厚にいただく、さらにマッシュルームも一緒にいただく、ソースと麺の相性、これが本当絶妙でした。どんどんいただいていきます。ついつい一度に
たっぷり食べちゃいます。それくらいにこのソースそのものの味わいと麺の相性がいいんですね。なので麺とソースだけでもうまくてどんどん食べちゃうんです。たっぷりマッシュルームを入れて、そして一緒にいただきます。もうほんと贅沢な瞬間でした。よりソースの旨味が濃厚になってきます。これは麺が少なくなってくるともうほとんどソースの中に使っているからですね。ソースというよりももうほんとスープ、そんな感じで最後の麺を惜しみながらいただいていきました。すごい感じですよね。最後はほんとソースをいただいているような感じ。そして麺がなくなったら残りのソース、これがまためちゃくちゃうまかったんですね。マッシュルームのうまみ、これがめちゃくちゃ凝縮されたソース、もうほんとマッシュルームもたっぷりまだあるので、マッシュルームと一緒にどんどんいただいていきます。最後まで綺麗に飲み干したくなる、それくらいにうまいパスタでありソースであると思いました。こんな感じでお腹いっぱいいただいてお店を後にしました。今回アルデンシャル丸の内さんでいただいて感じたこと、それは看板で久しぶりに心が揺さぶられたということを感じた瞬間でした。看板の先にさらにもう一つ揺さぶりである奥田シェフがプロデュースされたという情報、もうこれを見ると本当期待感がどんどん高まりますよね。そしてその高まる期待感の中で実際にこのパスタ、これをいただいていくと期待を超える内容と美味しさ、それを実感することができました。もう一度食べると本当ハマってしまう、それくらい忘れられないインパクトがある、そんなスパゲッティであると思いました。とにかくマッシュルームがすごいんですね。マッシュルームがこんなにうまい、そしてこんなにパスタと合うということを、めちゃくちゃ魅力を心の中に刻まれちゃいました。さらにこの三色餃子も含めて、このアルデンシャルさん、一度知るともっと他のものも知りたくなる、さらに食べたくなる、そんな気持ちになるお店であると思いました。アルデンシャル丸の内さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。